はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回ですね、戦闘中やっていきたいと思います。で、前回はね、ロボット工場、レベル2ね、ハードモード、クリアしたので、今回はビッグハウス。あれ、ここクリアしたのか？ってことは本当に、あとビッグハウスと、宇宙船、二つだけか。あと三つぐらい残ってるかなって思ったけど。じゃあ、早速やっていきたいと思います。で、一応ビッグハウスのレベル2は、まあ、三姉妹かな、わかんないけど。で、あとは、まあ、マサイが多いかな、ここのステージも。そんな感じだね。じゃあ、やっていこう。で、ここは、どうしようかな。くのいち取るんだったら、クラッシャーグローブ必要なんだよね。まあ、一応念のため、つけとくか。さて、来たぞ。で、最初は、そう、ミッションがあるんで、これをまず、そうだね、やっていきたいね。で、まあ、いつも通り多分こっち側かな。で、こっち側で、賞金50万円、正直、今のところそんなに、なんだろう、武器は使ってないから、まあ、どっちでもいいかな。そう、フラッグを獲得だけだから。で、これね、ここから行けるというね、近道。で、こっから行ける。ん？僕の方を狙って、危なっ！普通に今の危なかったんだけど。まあまあまあ、一応まず、てか相手全員マサイだったってこと？これ見るとその光景もちょっとやばかったね。じゃあね、始まる感じだね。ちょっと頑張りたいね。まあボールはまず1個これ回収してと、まあ、これはね、マサイ倒して2個持ってたんだ。危ないね。うん、やっぱりマサイ早いな。ちょっとだけここ人数が多いから一旦こっち側行くか。危ないね。どんだけ。さあやっていきますか、もう一回。で、さっきのところなんかね、めっちゃボールが落ちてたんだよね。だからもう2個持ちでいけるという。おお、まあここら辺はね。てかマサイどんだけ多い。おお、さっきの人だ。これは倒したいよ。だけどその前に3試合目。ちょっと待って、もう2回連続でね、適当にやられすぎ。今度こそはちょっと倒していきたいよ。一番厄介なのは、その、くのいちじゃなくて、なんだっけ、そう、マサイなんだよね。マサイがね、もうどこまでもついてくる。これは当たんない。後ろ？マサイ1人だけだよね。GIJ のね、あれか。兄弟的な人たちね。てか、ここ、行き止まりじゃない？え？あ、行けるんだ。行けたか、そこ。ここ、行けたんだ。あー、ここね。これ知らなかったな。これ行ける？あー、やっぱり遠いな。まあ、まず一人倒す。で、このボールは回収する。これはなー。やば、怖っ。ナイス。マサイ多分倒したね。あ、オッケーオッケー。だけどやっぱ厄介なのはマサイだな。スピード速いし、避けられるし、かなり厄介だな。え？よっ。これ巻いた？巻いたよね、多分。これもうバンバンちょっと使っていこうかな。マサイがね、本当に厄介。使うか。オッケー。あぶな。てか投げたボールどこ行った？それとも投げてない？おお、怖っ。まあ、だけどボールは回収できた。よかった。これだけでもほんと十分。これ倒したいよね。よし、後ろから狙う。いやー、これ当たんないか。え？いや、嘘でしょ、今の。これ全員当たるんだ。これを初めて知ったんだけど。やばいな。じゃあここら辺をね、攻撃していくか。 OK、 これ倒す。やっぱりマサイだ。マサイが厄介。
いやだけどあれ知れてよかったな。全員当てれるのか、最高だな。てか本当に追いかけてくるよね、やばいな。オッケー、じゃあ倒す、これも倒す。いやめちゃくちゃ追いかけてきたからね。氷で倒す。おお、なんかいいところになんか避けてくれたこんなに回るとはな。まあいいね、残り3人、順調だぞ。これちょっと下降りようかな。忍びか。 OK 倒す。え、危な。いやー忍びいるとは思わなかったな。で、あそこにマサイで、ここにもマサイね。 OK もう大体わかった。 OK ジージー。で、もう一人こっちね、まあ、残り一人だからちょっと気をつけたいな。 OK ジージー。いやー正直ちょっとなんかアイテムめっちゃ使っちゃったけど、まあなんとかクリアできたかな。いいね、忍び一体はね久しぶりに見たね。なんかここ最近のステージだとあんまり見なかった。はい、ということで一応今回はですね、あのビッグハウスのハードモードレベル2ね、無事クリアできたんですけど、ちょ次回はね最終ステージの宇宙船のハードモードレベル2やっていきたいと思います。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少し良かったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで。